6月16日チーム E 手をつなげながら公演終わりました。はい、はい、ということで、はい、今日の2分半映像は私須田あかりと梅本まどかがお送りしました。それぐらいゆっくり言えばよかった今。すいません。はい、はい、この2人でお送りさせていただいたわけなんですけれども、はい、内容はですね、はい、内容はですね、いや一言でまとめるとですよ、はい、一言でまとめるなんてすごい大の苦手のことなんですけれども、そうですね、一言でまとめると、あかりの横があって思ってたより自分可愛いんだなと思いました。横顔に自信がつきました。おいいことということで、せーの、どうぞ。あれ、あかりさんどうしたんですか。あ、梅ちゃん、うん、あのね、うん、この前の選抜総選挙のスピーチあったじゃんね、 はい、あれでね、うん、あれを聞いてた人にね、あかりスピーチ長かったとか、うん、それとか何言ってるか分かんなかったよってすごい言われるの。いや、ちょっと私もあれは分かんなかったかな。やっぱそうだよね。あのね、まあ、それでね、うん、なんか、うん、こうやって簡潔に話すにはどうしたらいいんだろうとか、うん、そういうの考えてたら喋、うん、るの自信なくなっちゃって。いや、あかりさん、それは自信なくしちゃダメです。もう練習しましょう。そうすれば大丈夫ですからね、はい、私も手伝うんで。ありがとう、はい、鏡に向かって、これ練習あるのみですよ。はい、わかりました。時間はかるんで、うん、じゃあやってみてください。はい、ちょっと待ってくださいね。いきますよ。はい、よーい、スタート。SK48 チーム E の須田あかりです、はい、先日の選抜総選挙では10位というすごい順位をいただいて本当にびっくりしてしまって、何から伝えたらいいのか、 SK に入ってからのことだったりとか、この1年のことだったりとか、いろんなことが頭の中をよぎって、もう何を話せばいいか分からなくなってしまったんですけど、でも本当にこのステージに立ったのはファンの皆さんが一人一人の方が支えてくださったからだし、私の笑顔を受け止めてくださったからだと思うんです。でそれで、私たたいなこうやってたくさんの票をいただけたっていうのはやっぱり本当にすごいなと思っていて、私は決めたんです。一人の方でも私のことを応援してくださる方がいるなら、その一人のためにでも、輝く姿をずっと見せたいなって思ってます。それが私にできる皆さんへの恩返しだと思ってますし、できることだと思うので、でそれで何から話そうかな。まあ私のことを伝えたいです。あと10秒です。あの私唯一の女なんですよ。徳光さんに話ぶった切られたんですよ。もうすごくそれが新しい私の励みになってます。オンリーワンです。これからはもっともっと